48年ぶりに自力でのパリ五輪出場を決めたバスケットボール男子日本代表が、同五輪の一次リーグ、L、初戦で対戦する23年 W 杯王者ドイツと、直前に異例のテストマッチを行う予定であることが7日までに判明した。FIBA、国際連盟、ドイツ連盟がすでに公表しており、五輪での対決8日前の7月19日にベルリン開催。 両チームともに NBA で活躍する主力も集い、五輪本番に向けた互いの狙いもある、前哨戦となりそうだ。目を疑う前代未聞の一戦が組まれた。日本はパリ五輪で一時 L の B 組に入り、7月27日の初戦で23年 W 杯を制した世界ランク3位のドイツと戦う。何とその8日前の19日、FIBA は練習試合の日程に、日本対ドイツと記載。 日本側は未発表もドイツ連盟は、ボリン抽選後にアップした男子代表の日程の中に、7月19日 VS 日本と記している。ボリン本戦で対戦する国同士では極めて異例だが、ドイツ連盟と日本協会は互いの発展、強化のためにパートナーシップ契約を結ぶ関係でもある。ボリン8強入りを狙う日本にとって、早めに欧州に入ってのドイツ戦は、ボリンでの開催国。 フランスとのの完全アウェイ対策の後期また、一時 L は参戦すべて欧州国となる可能性も高く、シュレーダー、ネッツ、ラフクスーの NBA 選手を擁する強豪とのテストマッチで、対応修正への自信を深める狙いもありそうだ。バスケットボールフェスと大使ドイツ連盟は7月19日にベルリンで男女代表の試合を開催予定。五輪に向けた機運を高める狙いもあり、 試合を楽しみにしているなど担当者の談話も掲載し、日本については NBA 選手の八村塁、26、渡辺裕太、29、強力な助手ホーキンソン、28と中心選手の名前を挙げて紹介。観戦チケットも販売されている。日本、ドイツともに五輪代表なら NBA 選手も揃い、12人で最終調整の場となる。 本番に向けた事前合宿の中で例のない直前の直接対決が実現すれば戦術、コンディションなど多方面で興味深い戦いとなる。